皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今日はですね、12月28日、一応ボンドグループの仕事納めなんですけれども、一応今日の時点でのフライングスパーの進捗をお伝えしたいと思います。で、今回オートサロンが残念ながら中止になってしまいました。で、まあ、ちょっとオートサロンについて、まあ、詳しくお話まだしてなかったと思うんで、まあ、中止になってしまったんですけれども、出店予定だった車両をちょっとご紹介させていただきたいと思います。で、今回ちょっと台数多いんで、ちょっとカンペ見ながらになるんですけども、一応今回オートサロン、出店予定だった車は9台になります。で、まず1台目が今回作ってるフライングスパー、マンソリーのフライングスパーですね。それともう1台、同時に制作してるテックアートのカイエンで、あと7台は、以前動画でもご紹介させていただいたマンソリーのウルス、ベナタスですね。一応こちらを出展させていただく予定でした。で、あとは名古屋店の方で制作させていただいた G63 シャドウ800仕様になってるやつですね。それとつい最近 YouTube の動画でもご紹介させていただいたアーバンのコンプリートが G63 ですね。それとこれも過去ご紹介させていただいたマクラーレン 600LT、1060のエアロとアメタンハイター、こちらの車も展示予定でした。で、あとはフェラーリ812に、マンソリーの外装を全部組んだ車ですね。で、あとは488ピスタ、HRE を履いたこちらの車両と、大阪での方で制作させていただいたアベンタドール SVJ 計9台ですね、はい、こちらを、展示させていただく予定でした。今回残念ながらオートサロンが中止になってしまったんで、皆様に実車をちょっと見ていただく機会っていうのがなくなったんですけれども、ちょっと今の時点では詳しくお話しできないんですけれども、代わりの機会というかがちょっとご用意というか、できそうです。で、今それに向けて、準備を進めてますんで、一応オートサロンはなくなったんですけれども、オートサロンの、日程そのままで一応車が完成するように作業の方を進めてます。で、入庫してからまだあまり日にち経ってないんですけども、今日の時点でかなりフライングスパーの方も作業進んでるみたいなんで、ちょっと様子を見てみたいと思います。はい、というわけでこれからマンソリーを紹介するんですけれども、ブラバスのパーカーを着てる土井パフォーマンスです。今日ちょっと違うの着ちゃったんで、着るものがなかったんで会社に置いてあったこれ着ちゃいました、はい、そんな話はどうでもいいんですけども、車の方こんな感じでもう絶賛作業中でございます。で、ボンネット、多分国内でボンネットを一番先に取り外したフライングスパーになるんじゃないでしょうか。ボンネット、グリル全部取り外して、一応前回下地の処理をしている最中だったエアロパーツがもう早速縫い上がってるみたいです。これがリア板の下の部分ですね。ここちょうどダクトの部分塗り分けで、この縦のピンと、あとこの枠かなを残した感じで塗り分けられてます。で、塗り分けって一言で言うと簡単なんですけれども、まあ、要はマスキングで塗り分けちゃうんで塗装の段ができちゃうんですけど、全部それも取って平らにしてあります。で、あとこの辺がボンネットの先端のパーツだったり、多分これバンパーの端っこのとこじゃないでしょうか、はい、この辺もクリアを塗り直してます。で、部品によってはもうトップコートが塗ってあって、まあ、ツルツルになってるパーツなんかもあるんですけども、ボンドボディの場合基本的にカーボンパーツだったりは全部クリアを拭いて、まあ、表面平らにしたりだとか、あとは耐久性を増すために、クリアのコーティングをさらに乗せてあります。で、あとボンネットの方もこちらですね、まだ乗せてないんで研いでない状態なんで、ちょっとこの蛍光灯がゆらゆら、まだ肌が完成してない状態だと思うんですけども、かなり綺麗に塗られてるんじゃないでしょうか。で、あとはこの辺の塗り分けもこんな感じで、ちょっとこれが車につくのはかなり楽しみですね。こんな感じで仕上がっております。はい、で、こちらがサイドスカートみたいです。サイドスカートのこのダクトはもっとシャープなんで、多分これもマスキングかなり大変だったんじゃないでしょうか。絶妙な塗り分けで塗り分けられております。で、特にこの R のとことか、やっぱりこう貼った形跡が出ちゃうとダサいんで、このうまくやってあるみたいです。はい、で、他の部品は今絶賛塗装中で、今乾いたんすか。お、表面は乾いた、はい、ほぼ乾いたみたいで、特別に塗装ブースに入っていいってことなんで、なんか激アツらしいんですけど、これ閉じ込められないですか、大丈夫ですかよし、今入ったなっつって、ちょっと入ってみたいと思います。うわ、熱っ。こんな感じでキャリパーも閉められましたね。はい、ちょっと焼き豚になりたいと思います。で、これもともと黒だっけ、なんだっけ、元色忘れました。はい、あ、黒か。こんな感じで、多分プラッティングシルバーだと思うんですけれども、こんな感じで
全部キャリパー取り外して塗ってあります。で塗るって言ってもかなり大変で、全部クリーニングして肌を整えてから塗るっていう、まあ、年末にやることじゃないですね。はい、あとウイングだったり、あとはグリルの枠、この辺ももう塗っちゃうとカーボンって分かんないんですけれども、しっかり塗られております。でこっちがサイドスカートに組み合わさるサイドのエアロの部分ですね。こんな感じで、ここに多分他の車種も共通ですけれども、マンソリーのエンブレムがつくんじゃないかなと思います。着々と完成に向けて進んでるようです。で今絶賛仕事納めなんで、あの大掃除も同時並行で進んでるみたいなんですけど、ちょっとブレーキのちょっとどんな感じでマンソリーロゴになったのかちょっと紹介してもらいたいと思います。はい、で今回フラッピングということで、はい、ロゴは黒になりました。で、まあ、うちでこうデータを切って、シートにこうカッティングをマシンで入れるんですけど、入れた後に、ロゴだけこんな感じですよ。そうですね、ロゴだけ残すように抜いて、これの方が分かりやすいか、こんな感じで、はいはい、ロゴだけ残して、あとはまあテープで、マスキングテープで、まあ、動画にも作業動画も撮ったんですけど、まあ、こうテープを貼って、要はアプリケーションの代わりですよね。そうですね、はい、でまあ転写じゃないけど、A、キャリパーにこれを移して、はい、そうです。で、まあ、位置を決めて貼って、テープ、マスキングテープだけ剥がすと、はい、でそのまんまだとこれ剥がれたり熱に弱くなっちゃうんで、クリアで閉じるんですよね。あ、そうです、そうです、はい、そうするとチューナーロゴのキャリパーが出来上がるみたいです。で今回はマンソリーでやってあるんですけど、一応基本的にロゴのデータがあれば何でもいけるんですよね。何でもいけます、はいはい、だからもうブランドロゴじゃなくても、なんか例えばオリジナルでなんか入れたいとかっていうのは、はいはい、でこのカッティングマシンも全部うちにあるんですよね。そうです、はい、そうです。なんでその辺の、まあ、キャリパーペイントするんであれば一緒にご相談いただければ、はい、いろんなものができると思います。はい、はい、ご相談ください。そして大掃除も頑張ってください。はい、はい、というわけで今回は、マンソリーフライングスパーの続きをお伝えしました。で別のその紹介できるかもしれないっていう機会に関しては、まあ、ちょっと進捗、出次第お伝えしたいと思いますので、ぜひボンドチャンネルのチェックの方もよろしくお願いします。チャンネル登録もお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。